自宅でできる限度の体作り今回は心肺系を中心としたトレーニングのその1ステップ台エクササイズを紹介しますこのトレーニングでは玄関や階段など10センチから30センチほどの滑りにくい表面の段差を使います作業用の踏み台やブロックなどの固定されていない段差は転倒の危険がありますので使用しないでください今回紹介するトレーニングメニューです 剣道の能力の向上に効果的な4つのステップ台トレーニングを紹介しますので剣道の体力に合わせて行ってみましょうなおトレーニングの際の台の踏み外しには十分注意するようにお願いしますステップ台の昇降運動ですここでは1段20センチの階段を使用していますこのトレーニングの狙いは心肺機能の向上と足の操作性の向上です 左の動画は基本的な動作になる一段の昇降運動です腕を振りしっかりとステップ台を踏みながら行ってください踏み出す足の左右を変えてステップを行うとバランスよくトレーニングできます真ん中の動画は両腕を同時に振って行っています別々に腕を振るよりも体のねじれは少なくなります剣道では両手で竹刀を持ち前に振り出しますので剣道よりの動きになります 右の動画は階段を2段登って昇降運動を行っています1段よりも2段では強度はかなり高くなります決して慌てずに姿勢を安定させて行ってください足の踏み外しには十分注意をしてください昇降運動のワイドステップですこのトレーニングの狙いは心肺機能の向上と左右への足の操作性の向上です左の動画は左回りで行っています 剣道では体を開きながら技を出す場面がありますが、その時には足裏の母子球を使って左右に体を移動しますので、ここでも母子球を使うことを意識してください。真ん中の動画は右回りで行っています。横への移動は前後方向への移動とは異なった筋を使用しています。トレーニングでは剣道の体を捌く場面をイメージすると良いでしょう。ワイドステップのバリエーションの例です。 右回りと左回りを交互に行っていますまた腕は同時に振っています足の操作性と上体の連動性の難易度は高くなります手と足の組み合わせを変えるなど組み合わせに工夫をしてみましょうもも上げステップですこのトレーニングの狙いは足の操作性の向上と下肢の筋力向上ですこのトレーニングでは 剣道の踏み込みとそこから体を起こしていく動作で重要な筋がそれトレーニングされますまた踏切動作を鍛える効果もあります前にステップした足で力強く体を持ち上げていくのがポイントです左の動画をご覧くださいステップ台を一段上がったその足でもう一段を上がるように体を上げていき反対側の膝の腿上げをします腕はしっかりと振るようにしてください 真ん中の動画は2段分、40センチの段差を使って行っています2段の場合は、股関節がより屈曲されたところから力を発揮して体を高く持ち上げるので、強度は相当に高くなります上り切った後、片足でバランスをしっかりと取るように頑張ってください続いて、ジャンプのステップを紹介します剣道では数分間の時間の中で、複数回瞬発力を発揮する場面があります このトレーニングはその再現になりますトレーニングの狙いはダトス時の瞬発力で使用されるような全身の筋力の向上ですこのトレーニングでは全身がトレーニングされます軽く膝を曲げた状態から両手を使って体の中心を持ち上げるように行ってください左の動画は1段をジャンプして登っています両足の母子球を使ってジャンプして着地し 片足ずつ降りていきます腕はしっかりと振ってください真ん中は両足でジャンプし両足で降りていきます降りた時にバランスを崩すと剣道では次の打突への遅れとなりますそこにも意識をしてバランスを取りながら行うようにしてくださいステップ台を使った心肺系トレーニングの狙いは心肺機能 下肢の筋力の維持・向上、そして足の操作性の向上です推奨するトレーニングの例はご覧の通りですトレーニング時間の目標設定として普段、道場で行っている稽古時間や試合の時間に設定する方法も良いでしょうステップのリズムを早めれば強度を変えることができますので剣道の場面を考えながら工夫して取り組んでみてください心配系トレーニングによって獲得した持久力は 稽古時に良い動きを継続できるようになりまた、よりたくさんの稽古を積むことができさらには、稽古後の回復を早め疲れが残りづらくなるという効果がありますのでぜひ、このトレーニングに挑戦してみてくださいトレーニングの実施にあたってはご高齢で起用歴のある方や高血圧な方は十分に注意するようにお願いしますまた、実情から複数でこの一人稽古を行うことは避けるようにお願いします